はい、こんにちは、こんばんは。ID77055 です。今回は、サブパソコン、このサブパソコンの起動動画を撮っていきたいと思います。今日ね、久しぶりに起動時間、前回シャットダウンした日を見たらもう4月の4日くらいで1ヶ月ぐらい経っていたので、久しぶりにシャットダウンしました。なので、起動動画、前は休止からの復帰動画だったので、今度こそ起動動画を撮っていきたいと思います。もうこのパソコンもいつのだい、2002年ぐらいだったはずだから、もう10年ぐらい使ってるパソコンですね。CPU が Pentium3 の 1GHz で、メモリーが 256MB なので重たいですね。 Windows は XP の SP3 が入っています。ちょっと今あれ、ストップウォッチつけるの忘れていたので若干ずれちゃいましたけど、これプラスまあ10秒20秒ぐらい。重たいんですよね。ID がちょっと、パスワードを、入力しました。今ログイン中ですね。今が1分ぐらい。もう1分20秒ぐらい経ってますかね。本当に重たいです。この携帯の画面地味に反射してて怖い。個人設定を読み込んでいます。本当遅いですね。やっとおなじみの起動音が流れました。もう2分30秒ぐらいですかね。3分ぐらいでやっとデスクトップが表示されました。まだハードディスクが動いてますね。3分ちょっと、常駐ソフトもだんだん、まあ、何も常駐はさせていません。セキュリティソフトも入っていません。とても動きません。なんか邪魔なの。なんか変更した覚えはないですけど、なんか変更したみたいですね。何変更したか忘れました。あと
フラッシュプレイヤーのアップデートが来ましたね。まあこれは後にしましょう。で、ハードディスクも落ち着いてきたので、ブラウザを立ち上げてみたいと思います。ブラウザーはね、Chrome の派生ブラウザーですね。機能面とかは Chrome と何ら変わりはないです。ちなみに今4分30秒ぐらい。外見も Chrome と変わりません。もう全く一緒です。ただ名前だけ違います。もう5分経ってますね。5分30秒ぐらいで Google が表示されました。YouTube 行ってみましょう。YouTube ですね。まあ、なんとか表示されました。それと同時に排気も始まりましたね。この排気が本当うるさいんですよ。では、ブラウザを閉じて、クリスタルディスクインフォを見てみたいと思います。これも起動が遅いと思います。ちなみに今6分、7分ぐらい。もうタイマーはいいですね。本当に起動が遅いですね。まあ今はね、ただ布団の横でのね、寝室の布団の横のパソコンとして使ってるだけなんで、なんらまあいいんですが、こうですね。なんか注意になってます。健康情報状態、大替え処理済みのセクター数が6個になっていて、それが注意になってますね。なんとかまだ動いてますけど。で、電源投入回数が1900回で、使用時間が3478時間、144日と22時間ですね。10年近く使ってる割には、使った時間は少ないです。ずっと放置されてました。まあ、あとはなんだ、異常終了もなぜか14回ぐらいやってますね。 まあそれはいいとして、マネージャー、今の使用メモリーが 142MB。 まあまあですよね。何も起動してないので 142MB、 CPU が1%、
寝室の枕の横のパソコンとして使用しています。はい、これで以上ですかね。もうやることはないですね。はい、ご視聴ありがとうございました。